こっからも気になる。コシコモチャンネル、ソワガイドツアー in トキ。イエーイ。時を戻そう。顔にもろかぶりですけど手が。はい、というわけで今日はトキさんに来てます。はい。続けてトキさんなんですね。そうです。トキさんからトキさんへ。お。漢字は全く違います。はい。今日もありきって参りましょう。行きましょう。お願いします。はい、ありがとうございます。もう梅雨の種類がすごく多いんですね。はい、変わった汁をつけて食べるようなお蕎麦を売りにしてまして、はい、おすすめはどれですか？おすすめはやっぱりこの4種類で、溶きそばは醤油、ソルトは塩、ほっからはキムチ、ソイは豆乳の漬け汁がついてます。気になる、はい、豆乳もほっからも気になるけど、どうしますか？ザル。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 ザルそばで。いいんですか？冬季限定ってことで、はい、冬の時そばカレーなんですけど、おそばをカレーにつけてもいいし、はい、カレーをご飯にかけて食べてもいいしっていう、冬季限定を今。カレーライスに普通になりそうな。はい、こういうのもありますけど、どうしますか？じゃあカレー残念。カレー残念。ザルかい。じゃあザルで。ザルさばでいいですか？すみません。はい、じゃあなんかサービスでつけ汁一つお好きなのつけますよ。いいんですか？はい、全部美味しそうだ。どうしよう、大変。でもこの定番のやつにしますか？トキのそば。トキそばで。はい。はい、じゃあその汁つけますね。ザルそばで。はい。お待ちください。お願いします。固くななザルそば。お待たせしました。ザルそばです。ありがとうございます。やった。美味しそう。いただきます。このおそばがこんもり盛られてるのがなんか可愛いですね。たっぷりですね。うん、おいしい。喉越しが最高。そばが結構細めですよね。色はしっかりついていて、田舎風っていうんですかね。でも太陽の光つけるとね、ちょっと緑なんですよ。綺麗だな。細いからツルツルいけちゃうんですけど、噛むとそばの香りもして、そばはしっかり感じられます。結構しっかりしてるんですよ。辛めのつゆなんですけど、ただ辛いだけじゃなくて深みのある味な。これは噂の溶きそばの汁です。ありがとうございます。炒め野菜が入って、わ、いっぱい入ってる。柚子がちょっと散らると、めっちゃいい香り。普通のざるそばについてるつゆは冷たいつゆなんですけど、溶きそばのつゆはあったかいんです。これ本当にいい香りなんですよ。柚子とごま油だと思うんですけど、もう、うん、これ嗅いでたらお腹空いてきます。野菜もたっぷり。うん、うん、ふん、あったかいのにも合いますね、このそば。野菜は大根とか玉ねぎとか人参とかごぼうとかたっぷり入ってます。炒められてるので香ばしさも感じられる。柚子の香りもいいし、野菜の味もしっかり出てますね。辛み
かなくなって優しい味なんです。もう最後です。早っ。どっちも美味しいから足りないです、そばが。文句言わないでください。どっちも美味しすぎて。よいしょ。美味しいつゆも完食です。ありがとうございます。あ、香りがするそばの、うん、美味しい。とろみもあってそばの香りもするんですけど、つゆが本当に美味しい。つゆの味が引き立ちますね、そば湯を入れると。また本日も美味しくいただけましたか？はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。でも温まりました、あったかいつゆとそば湯で。よかったです、サービスいただけてね。はい、嬉しい。さて来週ですが、はい、だだ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 だ、決まっておりません。あれ、また来週も美味しいおそばいただきましょう。お願いします。とっても美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、どういうこだわりでされてるんですか？はい、手作りが好きで、はい、お店作るところから、あの自分でテーブル作ったりとか、はい、あの壁の装飾作ったりとか、あの壁塗ったりとか、はい、そういうところにこだわりました。はい、そばじゃない。そばじゃないこだわりを教えていただいちゃいます。あの眺望も開けたところなんで、そういうのも場所も選ぶのにこだわりました。そばじゃない。そばじゃない。ちゃんとそばもこだわってます。どんなところに？電そばって、そばの実を作るところから自分で始めたりとか、あとあの近隣の農家さんから。地元で作ったそばを仕入れて、うん、あの麺にしたりとか、お店で使うその農産物、はい、野菜とかお米とか、はい、そういうのも自分で作ったりとかして、お米も、ええ、米も作って、はい、なのでそういう地元の味も味わいに来てもらえたら、はい、嬉しいです。なるほど。いや、そんなこだわりだらけのトキさんにぜひ食べに来てください。来てね、待ってます。